ニュースマグビです。宇賀夏実アナの退社が発表されたテレビ朝日で連鎖退社を心配する声が上がっているようです。テレ朝関係者によると、竹内義恵アナにも退社説がささやかれている。すでに退社して留学中の宇佐美由香アナと親しく、彼女が帰国するたび女子会をしては熱心に話し込んでいるようですとのこと。昨年10月には一般男性との熱愛が報じられており、ことぶき退社もあるのかと心配する声も出ているそうです。ニュースマグミの福井セリナキャスターが週刊ポストに登場。上智大学出身のグラドルシナトルリさんと、胸が大きい人は頭が悪いのかというテーマで対談しました。福井さんは慶応大学在学中、福井さんは自身の子供時代について、自分を追い込んだり限界に挑戦するのが好きで、かなりの仮弁でしたねとコメント。胸は大学時代から豆乳を飲むようになって成長したそう。胸と頭の関係については、男性が思っているより胸のサイズって変化するから、たとえ大きくなっても賢くないとキープできないと思うんですよと熱弁しています。週刊ポストが平成の時代に消えた懐かしいものを特集しています。スマホはおろかガラケーも珍しかった平成初期、若者やビジネスマンはポケベルとテレホンカードを携帯していました。映画や音楽の視聴環境も激変。レンタルビデオ店で VHS ビデオや CD を借りてくるのが当たり前でした。テレビの録画予約は新聞のテレビ欄の G コードで、パソコンやワープロのデータ保存をしたフロッピーディスクの容量は今のスマホで撮影した写真が1枚入る程度でした。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ。